DVD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。何枚目の DVD になりますか？5枚目です。まあタイトルの通りお兄ちゃんが大好きで大好きで、で双子のゆきちゃんとライバルなんですけど、からどうにかしてお兄ちゃんを自分に、お兄ちゃんの目を自分に向けようっていう、もうちょっとずる賢い妹の役をやってます。おすすめはまずどこだ、まあ、ゆきちゃんとの掛け合いが結構多いお家でのシーン、歯磨きのシーンとか朝食のシーンとか、あとはあの今までの DVD も結構ちょっと子供っぽいのが多かったんですけど、今回ジョイさんの役をして保健室でちょっとお兄ちゃんを誘惑するみたいなシーンが一番セクシーでおすすめです。水着ってよりも下着な感じが多くて、あとはもう際どいです、全部とりあえずもう際どいです、本当出ちゃうんじゃないかって。実際ハプニングとかあったんですか？あ、もうハプニングだらけです。もうあんちゃんのおっぱいは暴れん坊だみたいな言われて暴れん坊って言われました。もうずっと動くたびに出るんです、もう全部本当動くたびに出て、ちょっと横になれば出てみたいな、もう出まくりでした、ずっと。あの体操服で体育のシーンみたいなのがあったんですけど、私苦手なんです運動が、ダンスしかできなくて、で飛び箱飛んでって言われて飛べなくて、もうすんごいダサいんです、そのシーンが一番恥ずかしかったです、ダサすぎて。お兄さんいらっしゃるんですか？いや私一人っ子です。一人っ子、はい。じゃあお兄さんがいるっていう感じ役ですけど、やられていかがでした？そうです、なんかあのお姉ちゃんお兄ちゃんにすっごく憧れているので、ちょうどお姉ちゃんお兄ちゃんっていう設定だったんで、すごいいいなと思って、本当にこういうことあんのかなみたいな想像 しちゃいました、結構。実際にじゃあ例えば恋とかされても甘える系になるんですか？なんないんですよ、全然。もうすごいサバサバ系なので、甘える系女子じゃないから、そこはちょっと違うなみたいな。甘えられない？甘えられないです。え、多分普通に俗に言うツンツンみたいな感じです。ツンデレにもなりきれないみたいなただのツンツンみたいな感じになると思います。ねえお兄ちゃんみたいな感じですやばい、恥ずかしいな